井上聡君日銀悪さについては討論で述べたいと思います深刻な事態となっているパレスチナ情勢と中山防衛副大臣のツイートの問題についてお聞きいたしますイスラエルによる空爆で5月16日にはガザ地区で子ども10人を含む42人が死亡しました昨日の時事通信の報道によりますと10日以降ガザ地区でのパレスチナ人の死者は192人に上りイスラエルとハマスの 抗戦による死者の総数は200人を超えたとされております15日には報道機関が入るビルまで攻撃をされました一般市民に多数の犠牲が出ているにもかかわらずイスラエルは攻撃を継続する意思を示しており極めて憂慮すべき情勢でありますまず外務大臣お聞きしますけど政府としてこの事態をどう認識をしているのかそしてこの双方の武力攻撃の停止に向けた 国際社会と日本政府の対応の現状はどうなっているのか、お答えください。崎外務大臣 えー、パレスチナの武力、えー、武装勢力によります攻撃と、えー、イスラエル軍によります地上攻撃を含みます反撃によりまして、情、え、勢、ー、は日々悪化をしておりまして、えー、私もあのガザ地区、すで行ったこともありますし、あの危険な状況もよく分かっておりますが、特にあの民間あの双方の民間人に、 多数の死傷者が生じていること、遺憾でありまして、我が国はこうした暴力行為を強く非難をいたします。我が国はイスラエル・パレスチナ、両当事者の抱える問題は、暴力によって解決されるものでは決してなく、当事者間の交渉と相互の信頼を築く努力によってのみ、 解決されるとまあ確信をいたしております。こうした我が国の立場を踏まえ、我が国としてイスラエル・パレスチナ双方に対して。 在京び本国ベースで最大限の時を働きかけておりますあのここにきまして、エジプト、そしてアメリカ、えー、仲介努力が行われておりまして、これらの動きも中止をしながら、日本として引き続き国際社会としっかり連携をして、外交的な取り組み、継続していきたいと考えております井上聡君。グテレス国連事務総長は報道官を通じて メディアや民間人を無差別に標的とするのは国際法違反だと批判をしております。で、この問題の根本には、やはりイスラエル政府がエルサレムやその周辺での入植活動をエスカレートさせているという問題があります。イスラエルは今年の1月の18日に、ヨルダン川西岸での約800棟の入植地計画を、建設計画を承認しました。イスラエル当局は、パネルスタ民住民を追い出して、代わりに入植者を居住させるべく、 民会への破壊行為や強制退去を精力的に行っています。パレスチナ人の慣習的な集まりを禁止したり、モスクへの入場を妨害し、入植者によるモスク襲撃を警官隊に援護させるまでさせるとしてると、現地の訴えが届いております。こういうイスラエルのこの入植地建設計画の推進についての政府の見解がどうなのか、それからこうした不法な入植のエスカレーションとパネルスター パレスチナの人々に対する、まあ、人権侵害や弾圧が続いていることが、双方の対立の激化の背景にあると考えますけれども、見解いかがでしょうか。茂木外務大臣、この、あの、中東、まあ、エルサレムの地なかなか、あの。 有史以来難しいところでありまして、まあ、ご案内のとおり、さまざ、あ、まな民族、そしてまた宗教的な大陸が続いております。あの中世の時代においてきましてもです、ね、11世紀の末の十字軍の時代からです、ね200、200年近くです、ね、キリスト教、そしてまたイスラム教の対立が続くと。 えー、第3次十字軍のですねリチャード一世と 当時のイスラムの雄でありましたサラディンの間の26年の講和ということになるわけでありますけどな、なかなか、すみません、短くします、<laughs> あのえー、先般の東エルサレムにおけます540頭の入植地建設計画の承認を含めて、イスラエル政府によります占領地における入植活動、これは国際,法違反国際法違反でありまして、 このような入植地建設計画の推進は、二国家解決の実現を損なうことから、大分には決定の撤回及よび入植活動の完全凍結を求めているところであります。 あの今般の情勢悪化につきましては、東エルサルムのパレスチナ住民に対する強制立ち退き命令の可能性など、さまざまな背景があると考えられますが、いずれにせよ我が国として、イスラエル、パレスチナ双方に対して最大限の自制、これを呼びかけていきたいと思っております井上聡君。入植活動は国際法違反だと明確な政府の立場であります。今この武力攻撃でですね双方死者が出る中で あろうことか、中山防衛副大臣がツイッターで、イスラエルにはテロリストから自国を守る権利があります、私たちの心はイスラエルともにありますなどと発言をされました、これ、イスラエルによる攻撃を正当化するものであり、断じて認められません、なぜこの武力の衝突の停止を呼びかけずに、わざわざイスラエルを擁護する発言をしたんですか。中山防衛副大臣 ごご質問ありがとうございますあの5月12日に発信したご指摘のツイッターに関しましては、あくまでも一政治家としての見解を申し述べさせていただいたものでありまして、公安調査庁の国際テロリズム要覧で、国際テロ組織に挙げられており、我が国がテロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象としているハマスが攻撃を行ったとの声明を発出したことを踏まえまして、こうした暴力行為を行うべきではないと。 という趣旨で発信をしたものでありますいずれにしましても私は双方の民間人に多数の死,者死傷者が出ておりこうした暴力行為はいかなる理由によっても政党ができないと通うに考えてございますまたイスラエルパレスチナ両当事者の抱える問題は暴力によって解決されるものでは決してなくすべての関係者が最大限の自制を持って、えー、事態のさらなるエスカレーションを回避すべきと通うに考えてございます、えー、私からは以上でございます 井上聡君あ,のあなたのツイッターのプロフィールのトップはね、わざわざ英語で、ミニスター・オブ・ディフェンスとしてるんですね、そして防衛副大臣と明記してるんですよ、ツイッターの中身を見てもね、最近で言えばコロナワクチンの大規模接種をはじめ、防衛副大臣の活動や見解ばっかりですよ、なぜこれがね、一政治家の個人的な見解といえるんですか、このツイートだけがね、そうだって言うんであれば、そんな通用しませんしね、通用すると認識してるんれば 私はあの政治家としての見識が問われると思います。そして、あの日本政府はです、ね、と同じだと言いましたけど、先ほど大臣の答弁もありましたけど、このイスラエルの攻撃について自制を求めて、あなたのように自国を守る権利があるなどと擁護はしてないんです。そして先ほどです、ね、答弁の中で、詳細な事実関係は承知してないというふうに言われました。しかし、あの小西議員が配られたあのブログを見ましてもですよ、 そのなぜ、この世界の報道機関がイスラエルで、えー、このミサイルの当たる瞬間を撮影することができるのかと、イスラエルはですねテロリストのいるビルに対して、ここを攻撃するということをあらかじめ言ってると、そこにテロリストがいることを認識して,て、ピンポイントでやってるんだと、それをですねこの人間の、人の盾で巻くようにしてるのは、必ずハマスじゃないかこういうふうに言ってるんですね。 詳細知らないというのが、詳しくあ,んたあなたは語っ,語ってるんですよ。で、この間の、えー、報道機関のビルの破壊に対しても、ですね AP 通信はこれに対してですね、えー、ハマスがの活動が、えー、してたという根拠を示せと、こう求めてるんですね。あなたは詳細知らないと言いながら、結局、イスラエルが言ってることを、そのままオウム返しに行ってですね、 擁護してるじゃありませんか全く政府の立場と違えてますよ、撤回をすべきじゃないですか、ツイッター。中山防衛副大臣、えー、ご指摘の点につきましては、詳細な事実関係を十分把握する立場にはないことから、政府として確定的なことを申し上げることは差し控えさせていただきたいと存じます。いずれにしましても、双方の民間人に多数の死傷者が生じていることは大変遺憾であり、 我が国としてこうした暴力行為を強く非難をしています私としても先ほど来の政府見解と同じ認識でありますと同時に SNS に関しても個人として行わせていただいているという認識でございます井上聡君あ,全くあのイスラエルの攻撃非難してませんよで先ほど申し上げたようにこのブロックの中の見解の中で、えー、全くイスラエルの言い分を鵜呑みにして むしろハマスが人を盾にしてるから丸いんだと、こう言ってるじゃありませんか。すでにね、このツイッターは国政的な反応を引き起こす大問題になっております。パレスチナの中日常駐大王は14日の会見で、あなたの発言について、人種差別的だと、殺害された罪なきパレスチナ人への敬意を欠いていると非難をしております。一方、イスラエルの大使は、勇気づけられると、など述べております。 安保理の緊急会合では、パレスチナ自治,自治政府のマリキ外相が、外国の指導者がイスラエルの自衛の権利を語るたびに、イスラエルは勇気づけられて、寝ている家族全員を殺し続けていると、こう訴えてるんですよ。防衛副大臣でありながら、こういうツイートをしたことが、イスラエルの行為を正当化する、こういうツイートをしたことが、ですね日本の立場を歪めて問題の解決につながらないと、こういう事態になっていることを、あなた、どう認識してるんですか。 中山防衛副大臣あのあのやはり双方の民間人に多数の死傷者が生じているということは、私は本当に遺憾だと思っております。でまたいかなる暴力行為も、これは許されない、えー、正当化できないというふうに考えています。イスラエル、パレスチナ、この両,両当事者のですね抱える問題は、これ、暴力によって解決されるものでは決してないと、そういうふうに考えております。 すべての関係者が最大限の自制を持って、事態のさらなるエスカレーションを回避すべきだと、そのように考えております井上聡君。いやいや、あなたはね、いいですか、イスラエルはちゃんと予告してやってますと、それを一般の人を盾で巻き添えにしてるのはハマスなんだと、こう言ってるんですよ、全然双方の問題にしてませんよ、全くイスラエルの立場に言ってる、そのことが国際問題にもなっていると。 先ほど紹介しましまた。そのことへの責任、そのことへの自覚はどうなのかということを聞いているんです、ちゃんとお答えください。中山防衛副大臣長、えー、政府としましては、ご指摘の外務報道官談話にも、先ほど来ありますように、東エルサレムにおける衝突、それから暴力、ガザ地区からのロケット弾発射を含め、 イススラエルパレスチナををる最近の諸情勢についてて深刻な憂慮を示しておりますす私も同じ認識でありますまた、イスラエル・パレスチナ両当事者の抱える問題は、先ほど来申し上げておりますように、暴力によってのみ解決されるものでは決してなく、すべての関係者が最大限の実をもって、事態のさらなるエスカレーションを回避すべきと、考えてございます。 しっかりとこの政府の考えを認識して、今後も対応していきたい、そういうふうに考えております井上聡君。今述べられた政府の見解とあなたのツイートはね全く違うんですよ。政府の見解にも、パレスチナ問題の平和的な解決を目指す国際的努力にも、人権擁護にもね全く反してるんです。改めて撤回を求めますし、撤回できないようであれば、防衛副大臣としての資格が問われると、そのことを強く申し上げまして、時間ですので終わります。 すこんなことでうんなゃうよ。